はい、こんにちは、吉田です。現在ますのは新潟県妙高市妙高高原駅前です。今回は第三セクター路線である越後ときめき鉄道の妙高羽馬ラインと日本海翡翠ラインに乗車し、越後ときめき鉄道の完全乗車を目指します。雪景色の車窓や個性的な駅の様子を撮っていますので、楽しみながらぜひ最後までご視聴ください。それでは早速乗っていきましょう。今回越後ときめき鉄道乗車にあたり、こちらの冬季限定トキ鉄ツアーパスを利用して乗車をします。冬季限定トキ鉄ツアーパスとは、越後ときめき鉄道の普通列車自由席が1日乗り放題の切符です。お値段は大人2,000円、子供1,000円です。観光で鉄道を使ってあちこち訪問したい方や完全乗車を目指す方にはとても便利な切符です。では駅員さんに確認いただいてホームに入場していきます。隣のホームに停車していますのは、同じく第三セクター路線の信濃鉄道北信濃線の電車で、行き先は長野駅です。乗車します列車は直江津行きのワンマン列車です。車両は2両編成となっています。隣の信濃鉄道の長野行き列車が先に出発しまして、私も直江津行きの電車に乗り込みます。今の時点で乗客は私一人。ドアを開けたままでは寒いので、ボタンを押してドアを閉めておきます。ドアが閉まって暖かくなった車内で電車の出発を待っていきます。そして列車は妙高高原駅を出発。雪が積もる景色を眺めながら、越後ときめき鉄道の完全乗車の旅が始まっていきます。乗車してすぐは雪が積もる線路を突き進みながら走行。最初の停車駅、関山駅を目指して進んでいきます。のんびりと外の景色を眺めていると、向かいには夕日と妙高山がいい具合に見えています。雪景色の中、逆光の妙高山はとても映えますね。雲の上から山頂が出ているのもまたいいです。列車は関山駅を出発。まもなく二本木駅というところで、なんと同じ方向に向かう路線と並走していきます。なんとも不思議な光景ですが、この二本木駅はスイッチバックで入線していく駅となっています。そのため妙高高原方面に向かう列車はスイッチバックをしてから二本木駅に入線していきます。乗車していますこちらの直江津行きの列車は、スイッチバックをする前に日本木駅に到着し、ドアが閉まると来た路線をそのまま戻るように進んでいきます。そしてスイッチバックを行い、再度進行方向を変えて進んでいきます。ちなみにスイッチバックをする路線は山あいの地域に多くあり、関東方面では箱根登山鉄道でスイッチバックが利用されています。先日投稿したこちらの動画で、まさに箱根登山鉄道のスイッチバックの様子をお届けしていますので、よろしければこちらの動画もぜひご視聴ください。スイッチバックが完了し、列車は引き続き雪が積もる線路の上を進んでいきます。沿線には高架化された線路が見えるようになりました。こちらは北陸新幹線の線路となりまして、まもなく停車しますのは上越妙高駅です。上越妙高駅は北陸新幹線開業までは脇野田駅という JR の在来線のみが行き来する駅でしたが、2015年3月の北陸新幹線長野金沢間の延伸開業の際に新幹線が発着するようになり、合わせて駅の名称も上越妙高に変更となりました。そして列車は上越妙高を出発、終点の直越を目指して進んでいきます。列車は間もなく高田駅に到着です。ここでは直江津方面からやってきます列車との待ち合わせを行います。こちらの高田という地域は現在では上越市と合併をしていますが、江戸時代には高田藩として栄えていた歴史と文化がある町です。そして高田駅を出発し、引き続き単線を走行していきます。列車は雪景色の中を走行していきます。なんだか自然豊かでとても気持ちいいですね。
雪も少なくなり、複数の線路と並走して進みますと、間もなくこの列車の終点、直江津駅に到着です。時刻は16時51分。乗り換えをしていきます越後ときめき鉄道の日本海翡翠ラインは17時37分の出発ということで、少し時間がありますので、改札を出て駅の近くをうろうろしたいと思います。改札を出まして北口方面に向かいますと、直江津町中水族館というお魚の展示スペースがあります。人気観光地でもある上越市立水族博物館は直江津駅が最寄りとなっています。駅の外に出ますと、直江津駅の外観を眺められます。越後ときめき鉄道の本社はこちらの直江津駅の中にあります。ということで、少し時間を潰しまして再び改札を通過します。お次は3番乗り場から日本海翡翠ラインに乗車します。直江津駅の案内表示には、新潟県内各方面に向かう様々な種別の列車があるようですね。ホームに降りまして、こちらの泊まり行きに乗車していきます。列車はなんと1両編成です。ドアが閉まりまして、直江津を出発。向かいには新潟エリアで大活躍しています E129 系車両が停車をしています。夕暮れの中、越後ときめき鉄道最果ての駅市振まで日本海沿いを富山方面へ向かっていきます。そして列車はトンネルの中を走行します。日本海翡翠ラインは日本海沿岸の切り立った区間を走行し、地滑りの可能性が高いエリアを通ることから、防災対策の一環でトンネルが多く設置されています。トンネルを抜けますと、新潟から京都までを結ぶ国道8号線と並走しながら到着しましたのは谷浜駅。その奥には雄大な日本海を眺めることができます。夕暮れの日本海を眺めながら列車は走行、再びトンネルに入っていきます。そして到着しましたのは名立駅。2名ほど列車を降りて行かれました。この先は首木トンネルという11キロを超える長いトンネルに入っていきます。首木トンネルに入りまして、しばらくトンネルが続きます。トンネルを走行する中、到着しましたのは筒石駅。こちらの筒石駅はトンネルの中にあります、通称もぐら駅となっています。ホームから地上に上がるまで約300段の階段を登っていかないと駅の外には出られないそうです。なんだか上越線の土合駅みたいですね。筒石駅を出発し、再び首木トンネルの中を走行していきます。そして長かったトンネルを抜けまして、能駅に到着です。向かい側からは直江津方面に向かいます列車がやってきました。単線のため能駅にて接続の待ち合わせを行っていたようです。列車は出発し、再びトンネル区間を走行します。そしてトンネルを抜けまして、浦本駅、鍛冶屋敷駅を経由し、越後押上翡翠海岸駅に到着です。こちらの越後押上翡翠海岸駅は2021年3月に開業した大変に新しい駅となっています。そして列車は進みまして、新幹線停車駅の糸魚川駅に到着です。糸魚川駅は JR 線も乗り入れする駅なのですが、 JR 西日本が管轄する駅となっています。直江津駅は JR 東日本が管轄する駅でしたので、 JR の境目を横断したことになります。新幹線で糸魚川から上越妙高まで乗車した動画もアップしていますので、そちらもぜひご視聴ください。列車は糸魚川駅を出発、越後ときめき鉄道の終着駅市振に向けて進んでいきます。次の停車駅は青梅駅ではなく青梅駅です。関東圏の方だと西東京エリアにある青梅駅と見間違えてしまいそうですね。列車は青梅駅を出発し、次の停車駅は親不知駅。なかなか個性的な駅名が続きます。乗車してきました妙高高原駅からの運賃は2000円を超えてきました。
列車は久々にトンネルを通過していきます。そしてトンネルを抜けまして、すぐ親不知駅に到着です。親不知駅を出発しますと、次は目的地の市振駅です。妙高高原からの運賃は2260円となりました。環状を目指すのであれば2000円で購入した冬季限定時鉄ツアーパスの方がお安くなりますね。そして越後ときめき鉄道の終着駅市振に到着です。市振駅に降りますと、あれ、想像以上に何もない駅に降り立ってしまったようです。この列車から降りた乗客も私一人でした。列車は引き続き終点の泊駅を目指して進んでいきます。市振駅は新潟県で最も西にある駅ですので、列車はこれから愛の風富山鉄道として富山県を走行していきます。ホームと待合室には明かりが灯っていましたが、駅の外に出ますと暗くて何も見えませんでした。いや、寒いし暗いしで、なんだか少し怖いですね。とはいえ、これにて越後ときめき鉄道完全乗車達成です。今回は妙高高原から市振まで越後ときめき鉄道を完全乗車しました。珍しいスイッチバックやモグラ駅など、なかなか個性のある鉄道に乗車することができ大満足です。夜になってしまったので、後半はなかなかいい風景ではなかったかと思いますが、機会があれば日本海翡翠ラインの景色を撮りにまた乗車しに行きたいと思います。引き続き全国の観光地、グルメ、鉄道などの情報を発信していきたいと思いますので、ぜひ高評価やチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。